今日紹介するおもちゃはこちらでーす。<music> 学研から出ているですね、人体骨格ミュージアムという、これは、 まあ本なんですけれども、ここに、よいしょ。ちょっと箱が大きくて分かりづらいかもしれないんですけど、このですね、ガイドブックだったり、人体骨格模型のこの、えー、よいしょ。骨のですね、人体の模型が入っているので、こういうドクロ、まあドクロって言ったらあれですけど、こういうのが好きなので、 今日はですね、まあ本はなかなか紹介できないですけど、開けてこのフィギュアを見てみたいと思います。箱からですね、よいしょ。出すと、ちょっと一回出しちゃってるんですけど、こういうですね、ガイドブック。これはもう、パラパラーっとそういう雑誌ですね。 雑誌と言っていいぐらいの、はい、薄さなんですけど。あとは、こういう風に、骨のパーツがですね、いっぱいあるのと、よいしょ。あとは、こういうシールだったり、はい、模型に貼るやつかな、これ。クリアのですね、アルミのような、こういう、よいしょ。ちょっと、科学的な、 理科室にありそうな付属品もついておりました。これを組み立てていきたいと思います。パーツが、よいしょ。こういう風なプラスチックの素材になっておりまして、あ、これ頭部ですね。うん、こんな感じです。これが光るそうなので、 全部合体させたらまあ、合体完成させたら光らせようとも思っておりますちょっと一気に組み立てちゃいますはい完成しましたと言っても非常にボリュームがあってですね大きすぎて映ってないですがこんな感じで写 てるんですけど近くでちょっと見てみると、うん、こんな感じですねお姉ちゃんはやっぱりあの科学の、うん、学研の本だけあって精密にこう作られていたり、うん、この右左とか書かれてたりですねぐるっと回すとまあ、こんな感じになって でおりますね、うんはい、もうちょっと近くで見るとこんな感じですねはいこれ動くんでいいですねはい全体はこのような形になります台座もついてるのであ倒れちゃいましたすいませんここでよいしょ棒になってて胴体とくっついてるんですよねこれをね 外してあげるとはい普通にこう取れますねはい実はですねとても可動もするおもちゃになっていてまず口がこう開閉しますねこれだけでも、うん、かっこいいですよねはいあとはこの手の部分で軸になっているので ここで、よいしょ。ちょっと干渉、まあ、あまりし,しそうなものはないんですけど、こういう感じで動きます。はい、肘も動いて、まあ、最低動くっていう感じですかね。はい、腰回りは、足の部分で、よいしょ。うん、ここで軸ですね。はい、あとは、膝で、 曲がってあとは足首でもくるくる回りますねはい、うん、なのでこう座らせたりよいしょすることができますけどもはいぐちゃぐちゃな動画になってすいません撮れちゃいましたちょっとポーズを撮らせてみるとこんな感じでですね 足を伸ばして曲げてるような感じだったりもできますね。これだとしっかり、はい、いいですね。あっち膝もできますね。大きくて入らないですけどギリギリできてます。嬉しいみたいな <laughs> ポーズも。 決まってなんかコミカルで面白くて、うん、勉強できるっていいですねこれは付属のですねこういう人体のよいしょいろんな説明書書きも書かれてるものもついてるのでこれを後ろにこう置いてあげるとよいしょこういう感じで 勉強もできる優れたキットになっておりますはい今日紹介したのは学研のですね人体、えー、骨格ミュージアムを紹介しましたまあ、このフィギュアをちょっと目当てで買ってはみたんですけれども本もついてたりリアルなのでとても勉強になる おもちゃだと思いますあと最後にですねこれが光るそうなのでやってみたいと思いますはいライトもえー、蛍光ギミックも見せたことなのでそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう さよなら、セバネ